先ほど行われました一つ目の準優勝戦は石川県代表の今垣幸太郎と福岡県代表の渦雄正義の二名が有意スキップを手にしていますボートレース三国 G2 第2回全国ボートレース甲子園シリーズ5日目の競争続いてのカードは二つ目の準優勝戦です第11レースです対戦メンバーは1号艇吉川元博2号艇武須島誠3号艇白井英二 四号艇田村隆信、五号艇篠崎元志、六号艇石野孝之。以上のメンバーです。インコースに構えていくのは、一号艇吉川元裕。昨日の後半レースは、陰線白星、予選第二位で、ここ絶好枠で登場です。二コース二号艇、薄真誠は、昨日の一走、二コースから差しての白星を上げています。 3号艇白井英二3コース昨日のイ線戦はしっかりと逃げて3勝目を挙げました4コース角に4号艇田村貴信5コース5号艇篠崎元氏は昨日の前半レース後輩と演出した白星飾っています6コース6号艇石野貴之で3対3と定番通りの並び1号艇吉川人気の中心新入院から1番、2番、3番4番、5番、6番です スタートしました4号艇田村がコースタート5号艇篠崎もいいスタートを切っていますインから先生は1号艇の吉川まくっていく2号艇のブス島内空いたところに4号艇田村とはその間5号艇篠崎が続きますトップ争いはイン残したか1号艇吉川先頭2番手争い4号艇田村に外は5号艇の篠崎内から迫る6号艇師の外に2号艇のブス島最内からは3号艇次第スタートは正常です1周りマーク1 旋回内から3号手の白い握っていく6号手の石野に内から4号手の田村、間5号手篠崎先頭は1号手・吉川独走2番手争い、最内中4号手・田村に外3号手の白い間5号手・篠崎で3点審査6号手・石野が4番手2周1マークです2番手争いが焦点となっています4号手・田村に外握っていく5号手・篠崎、小さく回る6号手・石野、内付く3号手・白いバックストレッチに入って2番手争いは4号手・田村がここで2点審、前出ました。外号手崎番 現在、上位体系1 4 5の体勢4番手争いに3号艇白井と6号艇石野が並んでいます先頭1号艇吉川元弘2番手は4号艇田村貴信に内から切り込もうとするのは5号艇篠崎ホームストレッチ2番手は4号艇田村三艇進リード守って上位体系変わりなく1番4番5番の体勢3号艇白井が4番手6号艇石野2号艇仏島最高峰で最終正解です。 しっかりものにしたのは1号艇・吉川元宏2番手は4号艇・田村貴信内をついて懸命に前を追う5号艇・篠崎は3番手です1番4番5番の体勢でバックストレッチから最終ターンマークに向かいます1番4番5番の組み合わせは3連単57.2倍です人気に応えた1号艇・吉川元宏が先頭2番手は4号艇・田村貴信取り切りました3番手5号艇・篠崎元志145第11レース準優勝戦まもなくゴールです先頭1番・吉川五輪 2番手4番、田村がイン、3番手5番、篠崎がイン、3番、白井6番、石野ラスト2番、臼島がインです。